K2 非ギャラリーっていうの行きましょう。K2 非ギャラリーって言ってね、新しくね、実はね、銀座にできてるんですよ。で、2019年にできたみたいですね。で、ですね、今2人の展覧会やってて、で、僕ね、これ、よく分かんなかったんだけど、多分ね、あれです。多分 K2 非っていうのは、おそらく出版がメインなんじゃないかなというふうに思います。で、出版がメインの会社だったんだけど、今はなんかギャラリーをロンドンと東京と、もともとベルリンですね。で、ロンドンと東京と、だからベルリンかの3つ持ってて、で、かなりアートフェア、フリーズとかね、ロンドンの大きいアートフェアですね、とかにも出してるみたいで、ギャラリーの方がメインになってるのかもしれないです。ただ、もともとは出版だと思います。で、どうやらですね、あれですね、塩田千春さんの画集出してたので、塩田さんと仲がいいんだと思うんですね。それで日本にも出したんじゃないかなと思うんです。かなり広大なスペースなんですよ。で、銀座のね、アップルショップあるでしょ。あれのね、ちょっと奥、アップルショップと、ギャラリー分かる人だったら分かると思う。アップルショップとギャラリー小柳の間ぐらいにあるんですよ。でね、服屋さんの中に入ってるから、の中で4階に上がるっていうところなんだけど、まあ、そこの展示です。で、このですね、アリシア・クワデっていう人の展示。をやってたんですけど、これね、めっちゃ良かったですよ。これめっちゃいいんですよ。ね、これね、こういう感じなんですよ。こうやってね、ガラスと石が置いてあるんですよ。で、これとかなんかどうなってるかいまいちよくわかんないでしょ、これ。ほら。これ。なんかこれ何がどうなってるのかよくわかんないですよね。でもこれね、単純極まりなくて、こっちにね、石が置いてある。ここガラスね。ガラスってかガラスじゃなくて鏡、両面の鏡ね。でこっちに石が置いてあるのね。でこっち同じような石なんだけど色が違うの。ただそれをこういうふうに置いてあるだけなので、これでこういうふうになるのよ。こういうふうにでこう映って、これが映ってるから、これ大体同じ高さだから、これがこういうふうにこうなんか途中から変わってるみたいな、これがいっぱい置いてあるの。これすっげえいい作品だった。これと一緒に、まあ、展示されてるのが時計の作品なんだけど、時計のこの秒針、これだから短い方かな、時針かなが時間によって24時間かな、これ24時間じゃないか、24時間だな多分。でこれが24時間でギューッとこう回っていくっていうね。だから12時間になるのかな、これ多分。12時間かな。だからくる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 12回回るわけじゃん。12回。12時間だったら。で、それがこう、くるん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 、こう、角度を変えながらこういう風に丸ーく置いてあるだけなの。めっちゃかっこいいわ、これ。めちゃくちゃかっこいい。モノハみたいだけどね。これも同じ作品ですね。これ多分もうちょっと短いでしょうね、これね。1回転で1時間だから、1時間ぐらいかな、これで。6時間ぐらいかな、これ。多分。あ、そうそうそう。で、これはなんかさっきのガラスのやつを、こう、生の石、塗ってる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 石、生の石みたいな感じで、鏡でこう挟んだっていう、こういう作品。めっちゃかっこいいですよね。で、これもめっちゃかっこよかった。これ時間書いてあるだけなのね。自身の12時、これ何時、11時 AM とか言って、こうやってなんか角度とかでこうやってギューって旋回対して6時とか、これまあなんかルールに従ってやってんだろうね。話聞いてみたいけどね。これもまあ時計のシリーズで、これはなんかいろいろその分針と秒針でいろいろ合わせたやつね。分針とこれ秒針が合わせてね、多分ね。すっげえかっこいいですよ、これ。これ石の、さっきの石のシリーズですね。いや、これはいい作家ですね。いや、現代になるとこれだけ作れるのは大したもんでしょう。で、これね、テキストもあってね、ごめんね、僕ね、あんまりちゃんと読んでない。めんどくさくなっちゃって。ちょっと今読んでみる？好きや。ああ、でもやっぱりまあ、でもあれですね、やっぱり物語的なこと言ってますね。うん、うん。あ、だからこれだ。ああ、そういうことなんだ。Work such as 23 hours or 2 days、23 hours みたいな感じで、何時間何分みたいなのをこうやってんだね。時計でね、表してるんだね。なるほどね。だから時間の問題と空間の問題をもうものすごくもう真正面から扱ってるわけですね。ああ、第57回ベネチア・ビエンナーレにあっていうことは俺見てんだ、俺この人の作品瀬戸内2019。あ、そうですか。なんかいっぱい来てるんですね。日本にも来てました。すいません、知らず。あ、結構日本でも東京じゃない。これは、あ、どこから始まった？あ、分かりにくい。これすっげえいい作家ですよね。と僕は思いましたね。でまだ新しいからあんまり皆さんご存じないでしょう、このギャラリーで。ぜひ行ってください。でなんか全然なんか売ろうともしてないし、なんか宣伝もしないし、なんかね、なんかよくわかんないお兄ちゃんがね、なんか携帯触りながらねプラプラしてたりはするんですけどね。あ、これの人か。これなんか記憶にあんな。こんな人なんですね。どこ出身なんだろう。なんかまあでも僕ねこういう硬派な作品好きなんですよね。ちょっとこの人についてはねいろいろ調べたい。こういうのをねちゃんと紹介してくれるギャラリーは嬉しいですよね。ね、とっても嬉しい。元気なギャラリーが来てくれるのはすっげえ嬉しいですよね。でもう一個いきますね。でもう一人のねもう一人展覧会やってるんで、もう一人もう紹介します。アネット・ケルムですね。でこれ写真家です。アップルズっていう作品ですね。はい。あ、写真家じゃないのかな。まあ写真家なんじゃないかと思うんですけどね。ちょっとねこれ僕よく分かんなかったです。多分なんかコンセプトいろいろあるんだと思うんですけどね。興味があったらぜひ読んでみてください。っていう感じかな。まあ今読んでもいいんだけど、さすがにちょっともうあれでしょね、時間もあれなんで。とにかくですね、知っておいてほしいのはこのK に引いてこうなんかねスペルが変わってるんですね。のでちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、これです。このスペルですね。K にひっていう、このスペルがですね、ギャラリー。これは僕ね前もできてすぐぐらいも言ってるんだけど、だからまあもしかしたら全部展覧会を見てるのかもしれないんだけど、スペースとしてもねもうかなり広いです。でいい場所にあって、ちょっと今度ね誰か知り合いないですかね。まあ話しかけてみようかな今度。ただドイツがスタッフ、どれがスタッフなのかもよく分かんないんですよ。だからどうやってなんかマネジメントがどうやって回ってるのかよく分かんないですけど、お金あるっぽいですね。だから出版で金儲けてんのか、ギャラリーでよっぽど売れても、まあ売れてるのかもしれないね。まあ彼女たちも売れてるみたいだからね、売れてんだろうね。作品売れなくてもいいのかもしれないですよね。だから何のために賞出してんだろうな、よくわかんないんだけど。なんかまあこういう不思議なギャラリーいいよねでもギャラリーってだってどうやっても来てるかよく分かんないしね、いいんじゃないかなと思うんで、ぜひ行ってみてください。はい、話題になりづらいんで、ちょっと紹介しました。こういう元気なギャラリーっていうかね、海外からのギャラリーがブラマンヌポーとかね、ああいう大きいところはペロタンとかね、来てますけど、まだ若くて元気なギャラリーが来てくれるのがやっぱり一番盛り上がるし、そういうところとコミュニケーションを取っていくのが一番いいと思うので、K2匹ギャラリーとはちょっとコンタクトを取ってみたいなと思ってます。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。